パキスタン国際航空661便墜落事故とは、2016年12月7日に、シトラルハツラー・アワルピン DE 駅の国内旅客便、パキスタン国際航空661便が、ハベリアン付近に墜落した事故である。事故機は ATR42 から500で、乗客42人と乗員5人が搭乗していた。搭乗していた47人全員が死亡し、 歌手から説教者に転身したジュナイド・ジャムシェドやシトラル地区の副委員長も含まれていた。事故後すぐにブラックボックスが回収された。パキスタン民間航空局は暫定報告書で事故機は高度13,375フィートで左エンジンが故障を起こして爆発し左翼が損傷して気流が乱れたと述べている。午後4時12分に操縦士が エンジン故障を報告しており、その後急降下し数分後にはレーダーから消えた。主翼の損傷により、操縦不能となり、緩やかに降下できなかったと考えられた。12月11日には、ムルタン国際空港において ATR-72 でインシデントが発生したため、ピーカはパキスタン国際航空に対し保有するすべての ATR 機の運航を停止し点検するよう指示した。 5機の ATR42 と5機の ATR72 が対象となった。ありがとうございます。